おまたせ。おまたせ。カメラがついててさ、うん、画面もついてるんですよね、あれ。あ、そうなんだ。下のあれが画面なんだ。そうそうそうです。で、その画面がまたくる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 回ったりとかっていう。なんつうんですかね、こうやってカメラこうやって持ってると、うん、まあ、俺は正直いいんですけど、うん、やっぱ捉えてる感と思ったから、結構な、こう、圧迫感があるじゃないですか。こうやってカメラこうやって、うん、なんか嫌な気になったりとかしません？その、まあ、こうやってずっとカメラ向けられてると。まあ俺あんまないから。そう。なんか普通のこういうカメラで撮られてるのがいいんですよ。なるほどね。なんか嫌な気持ちになるんですよ。あの、僕だけじゃなくて一緒にいる人たち、うん、でもなんか楽屋のトークとか撮るとかしたらやっぱり、うん、そういうのをね、なんかこう自然なやつの方がね、そうやっぱ楽屋トークなんか面白いからね、やっぱね。そうなんだ、ね、なんかこうやってこういう風に コンパクトなこういうのをこうやって持って喋ってるだけの方がすごい、なんかでもこうやってぐるんぐるん回さないでよ。でもあれがまた補正能力ついてるらしい。え、カメラ。それさえも補正してくれるの。すごいね。ああ、つってちゃんとなるらしい。から、すげえ。だ走りながら追いかけられるやつですから。ああ、そっか。すげえな。じゃあ走っても大丈夫ってことですね。だからよくチャリで撮った。チャリで撮った。チャリで。今も。ああ、そう。あの、結構、え、チャリ乗るの？本当？本当？見たことないと思うよ、ファンの人。チャリに乗る柿原哲也って。あの、もちろん電動チャリだけどね。ああ、電動。ちゃんと電動チャリ。なるほど、うん。でもまあ、乗るのよ。そうなんだ。ちょっと運動がてな。ああ、なるほどね。あの、晴れた休みの日とかは、うん、あの、都内を結構ガーって回るんで。うん、そうなんだ。そう。でもあれでしょ、そのチャリの前とかにはこう大根とかネギがこう入った袋はないわけでしょ。あのね、カゴとかないんだよ。あ、ないな。だから運動だっつってんのに。あ、そうか、そうか。カゴとかつけないし。そう走ってチャリで走って、うん、ね、ほら、あの、俺いろんなジム契約してるんで、うん、24時間やってるジムから、うん、あの、もうほんと固定のジムだったりとか、うん、その24時間どこでも使える、うん、ところに寄ったりとか、うん、いろいろなところで、あの、一個のジムでやってるとね、飽きちゃうんだよ。あ、そことね。そう、いろんなところで、気分転換でね。鍛えないとね、あれですよ。もう私はもうある程度、昨日のやつ編集してきましたからさ。何それ？昨日の、だから新幹線トーク。出た。あれね、いつ出すんだろうね。今週ですよ。あ、今週ですか。はい、今週ってあの、来たんで。うん、そうなんだ。バーってしましたよ。ね。じゃあ、で、あの、体をね、あなたが作るために、うんうん、出ましたから、そういうところで作ってるって。ここで繋がりましたね。そうなんですか。トークが繋がりました。いいことですね。作ってんのよ。今ちょっと筋肉量めちゃくちゃ多くなっちゃってるね。うん。あの、普段より体温が熱いんですよ。その、上がってる。上がりやすい。めっちゃ熱いんです。で、今めっちゃ熱いんですよ。冷房とかないんですか？ないです。ほら、冷房。ほら、ここ開けるとあれなんじゃないの？音大丈夫？あ、音ね、まあね、もう今、まあ、空気の音が。いいそれより昨日の新幹線の、あの、音がすごかったですからね。ほーってずっと言ってますから。いや、でも、あれね、正直、うん、普段の俺だったら、うん、あんなのかき消せるくらいの音量なわけですよ。まあ、そうですね。だけど、さすがに、その新幹線の中で、うん、お客さんもちょっと多少いらっしゃったので、ねわりかし本当に静かな声で喋ったから、はい、やっぱその外の音量の方、あの性能いいから iPhone、そうですね、そっちの方広いじゃないですか。そうですよ。
それでだからちょっと聞き取りづらい部分もありますから全部私文字テロップ起こしました、うん、あなたが言ったことありがとうございます。でもカッキーギャンブルやる？全くやんないっす。あ、全くやったこともない。ありますよ、付き合いでね。うん、競馬やりましたよ、付き合いで。ああ、はいはい、俺も100円買って100円負けただけ。あ、12月24だったりとかな、あれって何でしたっけ。有馬記念、有馬記念でしたっけ、うん、いや、有馬記念なんてまさしくライブツアー中に、うん、ちょうどそのライブの日が、うん、一緒に行ったツアーのねライブの日が有馬記念の日で、うん、で、なんかスタッフたちがみんな俺の楽屋集まって、うん、テレビがあるから俺の楽屋の、うん、だから有馬記念ネットで今買えるんすよっつって、うん、あ、じゃあ影原さんもやりましょうよやりましょうって言われたから、うん、やったのよ、うん、分かった、じゃあどれくらいかける、まあ男なんだから影原さん1万でしょって、うん、分かった、じゃあ1万円かけるねっつって、うん、何の数字がいいですかっつって、じゃあ、うん、何番と何番みたいな感じで、うん、まあ、正直か付き合いで買わされたのよ、うん、ああ、そしたらじゃあそのいよいよレースだみたいな感じの時に影原さんリハーサルでーす。俺リハに行ったのね。リハでさ1時間くらい歌ってさ、うん、楽屋戻ってきたら、うん、そのスタッフさんに、うん、1万円くださいっつって、うん、どうした、どうだったレース、うん、負けました。俺さリハーサルやっててさ、お前らはいいよ、俺のリハーサルだとか全く見ないでさ、楽屋でお前らは盛り上がったよな。ね、なんかいいんですよ、そのドキドキハラハラ、うん、いけーとかっていうのを、うん、こう応援したりだったりとか、そのアドレナリンが上がるっていう感じのね、うん、そういうのは分かるんですよ、うん、そのためにお金払うのはいいんですよ、うん、俺みたいにリハーサルでアドレナリン歌ってるだけだからさ。アドレナリン歌ってますか。アドデダディンをさリハーサルで歌って何のアドレナリンも出ないっていうさ。ふざけんじゃねえよっていう。胸が騒ぐって歌ってましたから。あ、そうそう、胸が騒ぐどうせグッバイじゃないのよ。合流するんすよ、一車線になるの。山手通りの悪いところ、あそこの信号を越えるでしょ。でもう一個の信号を越えたら急に二車線になるの。やってらんないわよね。山手通りよ、山手つってんのね。山手、ほらね、みんなもう合流し始めてるでしょ、ね、でここ黄色い車線だから気をつけて ね、 いね、ここで捕まるから気をつけて ね、でここでね信号がちょうど赤になったからね、もう後ろから来ないです。今日どこに行くかと言いますとね、うん、それをちゃんとご説明の方、今日ですか、はい、出頭しに行きます。出頭しに行きます。今までの罪をちゃんと自らこんなことしました。要するに自首ですね、はい、ありがとうございます。はい、自首と出頭って違うんですよね。はい、からの、はい、からの銀行に行きますか。月末が近づいてきたから、ジクロの皆様にお給金だったりとかを振り込まなきゃいけないなっていうことなんで、そっちの作業もしないといけないんです。社長業はね、あとでも着くよ、もうすぐ早く言わないと着くよ。着くんですか。着くんじゃない、だってあと5もう3分か。そうか、まあでもみんなわかるじゃん、もうそろそろ俺たちが今いるところわからない?今ここ青物横丁、はい、青物横丁って言ったらさ、もうすぐ、うん、もうすぐあそこじゃないですか、はい、次サメズじゃない。そうですね、サメズといえば、サメズといえば運転免許試験所。そうですね、運転免許センターですかね、うん、サメズ運転免許試験所あってんじゃん。そうだ、行きます。すいません、車がうるさくてね。サメズ
冷めず、冷めずに行きます。っていう。なんでそんな冷めるとトゥーンなの。ねえ、なんなの。愛されてますね。なんかね。引くわ。引くわ。ここだ。駐車場入り口は駐車場。入れるんだ。え、車で来ようよ。来よ。みんなでもね、こんな満車だったら。本当だ。え、何？試験場って駐車場がさ、ないイメージないっすか？ねえ。じゃあまあとりあえず来ました。ありがとうございます。行ってらっしゃいませ。何しに？え、だからあなた免許を。俺行ってない。お前行ってないんだよ。え、あ、何しに？俺そう、別に行きますって言ってないぞ。行ってください。あ、いや、あの、かけないですよ、とうとう免許の更新のおはがきが来まして、あの、そろそろ免許の更新しないと失効するよみたいなことなんで、あの、自分の誕生日遡って前後1ヶ月だから、俺の場合12月24日だから11月24日から更新できて、1月の24日までに更新しないとダメなわけよ。ですね。で、もう正直今日ギリギリいいです、ね、もうだからもう行かないと、あと一休さんだったりだからスケジュールも俺と合わなくなっちゃうから、だからもう今日やろうということで、ちょっと今日はあの更新しに冷めずにやってまいりました。まああのぶっちゃけ俺あのゴールドミートなんで多分サクッと終わっちゃうと思うんだけど、あのちょっととりあえず行ってまいります。いらっしゃいませ。はいはい。わりかしです、ね、ちょっと講習始まるまでちょっとだけ時間があったんですけど、あとはもう30分の講習受けて、もう教室出たらもうちょんともう出来上がってて、なんかやっぱ有料ドライバーって早いね。運転免許の執行された方々と一緒にね、あと最高級だったりとかの方々と一緒に講習30分受けましたけど、皆様はまだでしたけど、ちょっと見せられないな全部いろいろ書いてあるなみたいな、なんかもう裏側だけ見せるいや全部個人情報書いとるかなあ、そうですね。これでまたあれですね、次もしっかり有料ドライバーとして更新できるように頑張ります。これからも安全運転で参りましょう。一休さんもね咳込むほど暖かくなったらバイクいいなぁ。いいんじゃないですか。なんかこう、あれ Bluetooth で会話できるんだよね。できる、ね、うん、今はね、俺が乗ってた時代 Bluetooth なかったから、もうトランシーバー、みたいなのを買って、いいですよ、後ろから車でついていきますからさ、後ろに乗ってこないの？乗らないですよ。乗るわけないじゃないですか。後ろに乗ってよ。41になったんだよね。41のおっさんと46のおっさんがこう二ケツで気持ちいいねみたいな、気持ち悪いんじゃないの？大丈夫、ビッグスクーターはこうならないから、ビッグスクーター後ろにこう握るところがあるから、そこでこう、大丈夫さ、楽しいよ。そこなんかね、なんか違うのにしましょう。あ、そうね。あ、そう？